こんにちは名古屋の伊藤です今日のこの動画では広背筋の解剖学広背筋の起死停止動作そして神経や動脈そこから筋肉のつながりについてお話をしていこうと思います。 まずちょっとね、邪魔になるので、僧帽筋を消していきます。僧帽筋の騎士なんですが、すごく広いとこに分布をしているんですね。こんな感じで、ここがざっくりとした騎士なんですが、だいたいね、個人差によるんですが、T7。T7 からもうほぼほぼ仙骨の方まで、えー、伸びています。 別にね、この筋繊維っていうのが筋繊維わかります筋繊維が全部この仙骨の方まで伸びてるんじゃなくて途中でねこの共用筋膜っていうものに形を変えていきますまあこの筋繊維っていうのは共用筋膜で終わるんですがこれのつながりを見ていくと ここね、腸骨量だったり仙骨の方まで伸びていってますだたいね個人差によると T7 ですあの T6 とか T8 ね若干上下はある人はいるんですが解剖実習行くとねだけどおおよそ T7 ぐらい脊柱ねこっからずっとまあ腰椎とかね極突起の方にひっついていますもうこのあたりですねこのあたりが騎士というものですで解剖書とか情報によると一部肩甲骨の価格とか 肋骨の90、11、12、まあ、ざっくり書くとこの辺りの肋骨にひっついているので、これをね、後から検証してみようと思います。これが、起死ですね。そして、低脂部なんですが、上腕骨の、上腕骨のですね、ま結、あ、節間隔だったり小結節に向かって伸びていってます。 こい,つですね、こいつが広背筋の付着部ですすごくねローテーターカフと近いんですよね肩甲下筋だったりあとこれは大円筋か、まあ、大円筋ねローテーターカフではないんですが上腕骨の回旋筋群とすごく低脂部が近いんですねここ広背筋ですでは広背筋の、えー、起脂部、えー、肩甲骨とか肋骨と関わりがあるのは本当なのかというのをちょっとね検証していこうと思います 肋骨の90,11,12なので、90,11,12なので、これを分けていって、あとはちょっとね、広背筋を出して分けていこうと思います。はい、肋骨の90,11,12、そして肩甲骨と、あと広背筋を出しました。本当に付着をしているのかと、広背筋本当に付着しているっていう感じで、ちょっとね、見てみると、ズームで見てみると、なんかそこまでべ チーってひっついてるっていう記述はないんですよなんかちょっとこの辺でちょっとかすってるなっていう感じは見れるんですけど、なんて言うんでしょう。もう明らかにここでのり付けしてみたいに後背筋がベチっ,ってひっついてるなっていう印象はないですね。あと肋骨もですね。ま上の方から見てもそこまでなんか？ あからさまな付着部はないなないいとう感じなんですがまあ解剖書に載ってるということは今まで何千体も何万体もねまあ科学者の人たちが解剖してきてそういう傾向があるなというデータがあるのでまあ付着部はあるんでしょうが明確にはないだろうとある人もあるだろうしない人もないそれは個人差によると思うのでまあ解剖書には901112 そして肩甲骨価格には付着をしているということで、まあ、こういうのも、ね、豆知識として覚えておくと広背筋を呼吸の筋肉として、ねえー、考えてもいいし、まあ、肩甲骨に若干の付着があるので肩甲骨の動きにも関わるんじゃないかなという考察もできると思いますが今日はその肋骨とか肩甲骨の動きはあまり絡めずに言おうと思いますこれがね起死部の豆知識ですでは次に 上腕骨とね、後背筋の関係性を見てみましょう。はい、これですね、起死部をさっき言いましたが、この低死部を詳しく見ていきますね。後背筋っていうのが、こう来て、こう巻くようにね、上腕骨を、ね、覆ってるんです。で、ここで付着部があるんですね。この巻くような走行があるから、後背筋の動作、後で言いますけど、その一つなんですが、その一つが内線させるんですね。上腕骨を内線させます。 うん、ざっくりとしたイメージで、後背筋って背中の後ろ側にあるから、ま、なんかね、こう、上腕骨の後ろ側に引っ付いてるイメージみたいな感じで、外旋させそうな筋肉じゃないですか、だって後背筋後ろにあるから、だけど、このねじれの走行、ギュインってここでねじれてる、上腕骨の前側に来てるから、結果的に動作っていうのは内旋させますよと、この独特なねじれの走行っていうのを覚えておくといいですね、ということです。 では、全体に戻って、後背筋の動作についてお話をしていこうと思います。後背筋、さっき言いましたね、こう、上腕骨を内旋させるっていう筋肉って言いました。だからね,ねじれの走行がありますからね。内旋をさせます。で、まあ、後背筋のもっとね、大きな作用っていうのはもう、進展ですね。肩を後ろに引く動き。進展という動きですね。あとは、 上腕骨がこう上に上がった状態、こう外転移だって屈曲になった時に引く動き、閉じる動きですね。この閉じる動きっていうのを内転と言います。このね、後背筋っていうのは内転の動きですごく強いんですね。懸垂っていうのは特にね、その内転の動きとか、あとは進転の動きっていうのは強いですね。だから後背筋っていうのは腕を後ろに引く。 腕を閉じる動きっていうのがすっごく、えー、大事な要素になってきています広背筋基本的に後ろに引くそして閉じるっていうのを覚えておくといいですねはいこれがね広背筋の起始停止そして筋肉の動作なので次に神経血管っていうのを見ていきましょう広背筋ってすごく広かったじゃないですか分布がまあこう来てこうこう来てねまあこう来てるわけでしたよねこういう感じで だけど神経ってね分布がそんなに大きくないんですよねこれ胸背神経って胸の背中の神経と書いて胸背神経っていうやつに支配されているんですねちなみにこの胸背神経っていうのは C の6から8から出たものですねまあ結構下部頸椎から出た神経ですね C6 から C8 から出た胸背神経と呼ばれる神経がこれ支配してるんですねちょっと引きで見てみましょう この胸肺筋ね、ハイライトしたやつ、どの辺から出るかっていうと、まあ、この辺りかな、この辺りから出て、まあ、肩甲骨の前通って、こんな感じなんですね。広背筋ってめちゃめちゃ面積が広いんだけど、もうぶっちゃけこんな感じで出てるんだけど、まあ、この辺りをね、支配してる。まあ、ちょっと意外、なんか短いなという印象なんですね。これが胸肺筋の走行です。では次に動脈を見ていきましょう。広背筋に栄養とか酸素を送る動脈ですね。 はい。でですね、神経とか血管っていうのは、こう、近いものっていうのは、名前が似てるんですよね。さっきの、この神経っていうのは、胸廃神経って言いましたね。ね、広背筋にね、命令を送ってる神経じゃないですか。で、これ。 ね、後背筋に動脈、栄養を送っているんですね。うん。じゃあ、な、何動脈かなって言うと、胸肺動脈っていう動脈なんですね。だから、まあ、強背神経、後背筋、胸背動脈、後背筋。という感じで、まあ、に似、通ってるんですね。場所とか、その機能によって、神経とか血管とかっていうのは名前がすごく似通ってるので、胸背神経、胸肺動脈。ということですごく大事ですね。で、この胸背神経と、胸背動脈と後背筋の関係性を見てみましょう。 こんな感じですね。すごくちょっとわちゃわちゃになっちゃいましたけど、これハイライトしてるのが胸肺動脈ですね。こんな感じで、まあ、後背筋があるんですごく近いですよね。ということと、胸肺神経がこれですね。まあ、後背筋ともすごく近いですよね。 後背筋の後ろを通っているのが胸肺神経で、後背筋の前側通っているのは胸肺動脈ということですね。まあ、肩の周りっていうのはすごく神経の密集地帯なんでね、後背筋っていうのを神経血管とすごく密接なつながりがありますよというところですね。これが後背筋の起死停止動作、そして神経支配動脈栄養の供給ですね。では、他の筋肉との関わりについて見ていきましょう。 今日関わる筋肉を2つ挙げます。その1つが大殿筋です。大殿筋と後背筋のつながりを見ていきましょう。後背筋の繊維の方向、見ていただくとこういう感じになってますね。こういうか斜め。まあ斜め上の方が斜め下という、どっちの方向で言いますが、斜めに走ってますね。まあ共腰筋膜もこういう感じで斜めに走ってますねと。で、反対に大殿筋の繊維っていうのはこう言ってるわけですよ。ざっくり言うとね。 ざっっくりとこんなな感じになってますで、腸骨量だとか、まあ、仙骨でこう隔たりがあるわけなんですね。で、この走行を見ていくと、こっち側の大臀筋の繊維の方向とこっち側の広背筋、並びに胸腰筋膜の繊維の方向ってなんとなく一致しませんこんな感じで、ね。あとはちょっと四角で書こうかな。分岐させたいから。こ,うしこっち側の後背筋と こっっち側の大筋のの大筋繊維の方向って、なんか似通ってます、ね、こんな感じでなので反対側の広背筋例えばこっちとこっちっていうのが繊維があってるんですねこういう感じで体側の方の大伝筋広背筋とつながりがあってこっち側とこっち側の大伝筋と広背筋の繊維のつながりっていうのがあるんですねまあ反対側ですねもうこうこうクロスっていう感じなんですよ じゃあ、これがどういうことにつながりがあるのかっていうと、これはね、スポーツに結構応用されますね。後背筋の機能っていうのを思い出してみましょうと。例えば、こっちが収縮すると、進展ですね。後ろに引く動きですね。腕を後ろに引く動き。で、こっち側の後背筋とこっち側の大殿筋がつながるって言いました。で、大殿筋のことはあんまり今日は言わないですけど、大殿筋も後ろに引く動きですね。股関節を後ろに引く動きです。 じゃあ、こっちの大殿筋収縮しました。こっちの後背筋収縮しましたってなると、後ろでいいかな。こっちの腕後ろに引くし、反対側の股関節も後ろに引かれますよねと。体側のね、こっちの腕が後ろに引かれる。こっちの足が後ろに引かれるっていうことは、走ってるような状態ですね。こっち後ろに引かれると。こっち後ろ。こっち後ろ。で、こっち前。腕こっち前ですよね。比較的。 ということで、走ったりする動きの状態になるので、なので、こっち側が収縮する、つながると、その、なんていうんでしょう、体格の動き、走ったような、右手が後ろ、左足が後ろ。エクササイズ系でこのつながりっていうのは、すごく重視すべきだと考えています。で、これがね、広背筋と大臀筋のつながりなんですね。これ、一つ目です。では、二つ目のつながりは何ぞやというと、別の筋肉を出したいんですが、これ。 複翁筋ととののがりっていうのを見ていこうと思いううを見こ思ます一見ね、腹横筋と後背筋のつながりを考えるってなると、おっと、なんかイメージがつきにくいなっていう感じなんですね。だって腹横筋っていうのは体幹の筋肉ですよ。体幹を安定させるっていう筋肉。まあ呼吸もちょっとね、関わってきますけど、基本的に体幹を安定させる筋肉なんですね。肩や 後背筋っていうのは肩の動きの筋肉なわけですよ。ね。肩をどうすると。内転させる、伸転させる、内旋させるっていう筋肉でしたね。だけど、ここ注目していただきたい。また胸腰筋膜が出てきます。ここ、ここ、ここでね、繋がりが出てくるんです。腹横筋と。なので、ちょっと、これ、これ。で、腹横筋っていうのをちょっとチョイスしていきますね。で、これを分岐させます。わかりますかね 広背筋がこの辺りで腰椎に付着していますよねと。はい。で、腹横筋もこう見るとわかるかなこう輪切りの状態で見ると、腹横筋っていうのもなんかここで途切れてますけど、本当はつながりはこういってるわけですよ。で、これ輪切りにした状態と仮定しましょう。腹横筋がこう来てる。本当はね、腰椎、まあここにあるとしましょう。腰椎がここにあると。ね、腰椎ね、腰椎。腹横筋、ここ付着してます。広背筋も腰椎に付着してますよね。ということは、 広背筋と腹横筋がつながるんですよね。じゃあこれがどういうことが言えるかっていうと、もう一回ちょっと、ね、腰椎書いときましょう。腰椎書きますよ。広背筋がうまく収縮かかると、このつながり、この経由で腹横筋もうまく収縮すると。 複翁筋がが収縮でできたたらどういうことがいいこととんでしっっけってなると体幹安定ですよ。体幹安定でスポーツでめっちゃ大事じゃないですか。スポーツも大事だし、姿勢維持でめっちゃ大事じゃないですか。ということは、腹横筋を収縮させましょうとかね、まあ、ピラティスとかヨガとかボディーワークで腹横筋を意識させる人に対して、じゃあ後背筋も一緒に意識させたら、ダブルで腹横筋にいいだろうと。だってここでつながりがあるから。 このレイヤーここまあ共腰筋膜経由で腰椎とつながりがあるから広背筋使ってあげると腹横筋使えるようになるんですねでこれをエクササイズしてあげると広背筋を刺激させてあげるようなそうするとね歩行とか立った感じの姿勢が変わるのでこのね腹横筋と広背筋のつながり意識してみるといいんじゃないかと思いますねこう腹横筋と 後背筋。あとはね、今日は大臀筋とのつながりを見ていきました。ね、今日、別になんかね、肩のこうつながりのことではなくて、よりね、体幹とか下肢とのつながりっていうのを見ていきました。そうなんです。後背筋っていうのは、こう見ていくと、胸腰筋膜とか、仙骨とか腸骨とつながっていくので、上肢の筋肉なんだけど、体幹の安定に関してすごく大事だと。なんでかっていうと、ここにひっついてるから。 だから後背筋を上肢の筋肉として見てもいいけど体幹の筋肉体幹の安定の役割をさせるんだよっていう筋肉として見るとまた面白いことになると思うので今日挙げた大臀筋とのつながりだとかあとはこれね腹横筋とのつながりここで見た腹横筋とのつながりっていうのを意識するとまたねいろんな角度で体幹っていうのを見れるんじゃないかと思うので後背筋をいろんな角度で是非見ていただけたらと思います。 思います。今日は後背筋について深掘りをしてみました。以上です。ありがとうございました。